皆さん、はじめまして。城本慎一と言います。慣れないゲーム実況をやらさせてもらっています。今からですね、この日本星さんのですね、日没が作った、マグマックスというゲームをね、やらさせていただこうかと思うんですけども、こちらもね、結構有名なクソゲーでしてね、僕は結構好きなんですけどね、このゲームね。たまにやりたくなるんですよ。ね。ゲームセンターからの移植ゲームなんですけども、で、やらさせていただきますね。ね、この音楽がね、独特というかね、飛びの、なんかね、ほんとぶっ飛んでるよね。これね。そう、これロボットのね、頭なんでね。これ下の方がね、音楽もね、なんかね、なんか面白いんよね、これね。そうそう、これはね、すごいな。これこうなるとね、最強なんだけどもね、当たり判定が激しくなっちゃってね、かえって弱いっていうかね、ダサいよね、ほんでね。ダサくなるんよね。やりたいことはわかるけども、なんかダサいよね。昔はダサいと思わなかったもんね。昔は結構これでもかっこいいと思ってたもんな、俺な。これな。なんかガンダムの、なんかね、モビルスーツのね、なんかジムみたいな感じっていうかね。まあこれ最強状態なんやけども、当たり判定がね、すごいね、広くなっちゃってね、かえってね、難しくなるよね、これね。これ一応ね、日本ボスさんの、同じ日本ボスさんの作品の、ティラクレスタというゲームのね、ちょっと原点にもなってましてね、こういうパーツが合体するっていうところがね、そこはまあ似てるところがありますよね。あ、やばい。あ、これはね、どっちかっていうと下の方がね、難易度高いんですよね。でもなんか面的には僕は下の方が好きですね。お、一気に最強になったね。この音楽もぶっ飛んでるよね。面白いよね、なんかね。お。ビューンってかなってるもんね。まあ、これもね、もうほぼね、無限ループみたいなゲームですからね。5000点って書いてある。まあ、ちょっと上行ってみますか。まあ、どっちかっつうとね、上の方が優しいんですけどね。うわ、これなんだろうね、この変な、なんつうか、アリクイみたいなね、レーザーというかな、なんつうかね。なんやろうね、これね。かっこ悪いよね。ほんとに。なんか音楽もなんかちょっとこっちの方が平和的な感じがする。ね、難易度は優しいだけどね。おお、やば。うわ。足潰れた。なんか砂漠っぽいよね、これね。これは取れないよな。毎回下行ってみようかな。なんか上は、なんていうのかな、奥行きがあって、こっちは完全な 2D って感じがするよね。上は奥行きがちょっとあるよね。疑似 3D というか、なんかちょっとね。おお、危ね。足があった。やばい。おお、危ね。まあ、ボスがそろそろ出てきそうな感じがするな。うわー、やっぱ足潰れるよな。
うわ、やばい。やばいやばいやばい。おー、危なかった。これ取っとこう。よし、最強になった。そろそろ中ボスかな。ああ、いや、キモい、キモい、キモい、もう。顔だ、顔潰れて、もう足だけやんな、キモいだけやんか、もう。うん。あ、これ取っとこう。うわ、これキモいわー。うわー、キモい。飛行機に足が生えてるって、キモいやろ。でも、これが一番、まあ、安定してるとか安定するよね。一番、まあ、当たり判定も少ないし。これ取っとくか、一応。まあ、その代わり、やられる率が低くなるってやつだよね。合体すればするほどね。そこはもうテラクレスターと同じでね。よし、これを取っとこう。結構、中ボスまで、中ボスというかボスまで結構あるね。うわ、やばい。やっぱり当たり判定があるね、だったら言ったらね。おお、やば。キモい、キモい、キモいもん、これもう。これ、キモいわ。足生えてんだからね、飛行機にね。よし、これ取っとこう。よし。音楽がぶっ飛んでるわ、ほんとに。おぉ。結構長いな、ボスまで。死んでるからかな。おっと。そろそろボス、あー来た来た来た、こいつね。これでもこのね、やっぱり当たるよね。あー、キモいキモいキモい、もうこれもうキモいわ。足だけね、もう石倒し倒した。これキモいって。飛行機に足生えてるってどんなんやね。よいしょ。うわ、やばいやばい、もう危ない。キモいけどこれで、なんとかね、維持しないとしょうがない。よし。よし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 。まあ、上の、地上よりも上、なんか下の方がなんかプレイしやすいよね、なんかね。このまあ、シューティングステージの方がやりやすい気がする。いやー、食らった。これ海っぽいよね。なんか海の中、中のよね。ちょっとこう見やすくなったというかね。あ、海やね、これね。完全な海やね。おお、危な。X が飛んでるみたいな、ね。おお、怖っ。なんかこいつ変な動きやね。よしよし。あ、来た来た来た。これは取っとこう、一応ね。一応命綱にはなるからな、これ取ってたらね。当たり判定広がるけどもね。あ、かい。あー、もうキモいキモい、もう。またキモくなった。よしよし。おお、やばい。海底火山か。おお、なんか変な新しい敵出てきた。竜みたいな。よしよし、一気に揃った。これね、テラクレスタだったらね、全部合体したら火の鳥になるんやけどね。
このゲームはそんなのないみたいで。おお、あ、これ、通れなくなるんや。あららら。うわ、最後の一機。あ、これ封鎖するわけが、動き止められるんやね、これ当たったらな。ああ、終わっちゃった。やりたいとは思わないんですけどね。レジスタンス。ツインなんとか。フォア。マッハライダーですね。マグマックスね。マグマックスちょっと久しぶりにやるか。これね。結構好きなんですよ。そのまんまですね。うわ、あったなこれ。合体するんですよね、ロボットに。だからこれ、当たり判定が広がってまうとでかくなった分ね。これ最強ですね。ほらほら、当たりやすくなるんですよね。かっこ悪い、これ。飛行機に足が生えてるというね。あ、またできた。最強に戻った。ほら、当たるんですよ、絶対あんなの。音楽はなんかね、絶妙な、なんかね、なんか独特の曲ですよね。面白い曲ですよね。この空飛ぶなんかこの鳥みたいなやつが結構強いんですよね。上行こう。はちょっとね、一機死んだら終わりにしますね。これ3機やってたら結構な長引くんでね。長引くっつうか割と長いんで。よいしょ。これ、ね、どっちかっつったらね、下より上の方がちょっと優しいんですよね。難易度的にね。よし、これ取ったら、あれはやられた。あー、取れなかった。あれ、そうか、足がないと取れないのか、あれ。あー、足があった。あー、あー、でも取れた。あー。うわ、そのまま上行こう思ってたのにな。下行ってもうたかな。あ、残機増えたね。まあ、増えてもしょうがないですよね。この一機が終わったらやめるんでね。もっといろんなゲームを紹介したいのでね。あ、やばい、食らった。でもすぐまた足が取り戻すというね。あー、食らった。
なんかたまにちょっと画面がブレるときがあるな。あかん。うわ。もう頭やられたらかっこ悪いな。頭つうか胴体やられたら。この状態一番かっこ悪い状態ですよね。これね、実際この弾って連射してない感じですよね。一発しか撃てないですよね。一連打というかね。結構なかなか死なないな。そろそろあれですよ、ボスみたいなの出てくるんちゃうかな。あ、そうやね。これね。これもうこの最強状態ならすぐ倒せると思いますよ、これ。弱い状態だったら強いけど。いい倒した。まあ、ジブスでいうアンドアジェネシスみたいなもんでしょうね。定期的に出てくるボスというか。あ、海に出ましたね。海底ですね。なんか海に出るとなんかスクーンやってるみたいな感じ。あー、終わった。